サンデー漫画クラブのアフタートークです。さった今、この劇画漂流ですね、この今単行本版とそれから文庫版もありますけれどもね、うん、これにた、ついておしゃべりする回が終えたところで、そのアフタートークということになります。であとこの辺にね、松本雅彦さんの劇画バカたちがあったり、うん、これはねなんかもう3人が出会ってるところ、篠原文庫で、これからあの影をやっていくみたいな、うん、そこから始まるんだよね。でそれに比べると劇画漂流ってその前から描かれてるんで、うん、そこの積み重ねの楽しさもあるかな。割とさっきちらっと見たんですけど、はい、キャラデザ割ともうそのまま引き継がれてる。あ、似てるのかもしれない。でちなみにこっちの方が先にあのもう描かれてて、ね、単行本化はされてなかった。で、これが出た後にこっちも単行本化されたという経緯のようです。だから結構ね似てたんで読みやすかった、うん、別番するそう、ね、若干なんか違うところもあったりするからそれは面白いですね、うん、はい、であとはこの影と街のね、小学館クリエイティブの復刻版があったりとか、あとこの子供島っていうのがね、これはあの辰巳さんの一番最初のやつですけど、これもやっぱりあの桜井翔一さんのところで復刻したやつがあって、これ復刻なんですか。これ復刻版で安く買えたので買いました。復刻って言ってもっていうなんかこう風格のある感じあ、でも本当は大城昇さんの表紙なんですもんね、うんうん、あ、そうかそうか、それは高いと思いますよ。でも、ね、なんかでもこの2冊復刻されてるとは思わなかった。紙切れ、確かに。でも一昔前に小学館クリエイティブこういう復刻すげーやってたんですよね、うん、その時ちょっと読んだ、うん、すげえ立派なお仕事だと。これ中にシャーロックホームズの話あるんですけど、ま、もちろんダマでやってるんですよね。ダマです。そうだろう。めちゃめちゃパクリまくりです。犯罪小説とかこの当時は。ですよね。ですよねっていう。だ途中でね、いろんなその斬新な、なんですか、カメラアングルとか出てきますけど、うん、その前にヒッチコックの裏窓とか出てくるじゃないですか、うん、裏窓やんみたいな早速取り入れたみたいなね、うん、でも、うん、その速さが、うん、やっぱりすごいこう時代が動く感じする原動力、うんうんうん、まあ、漫画ってやっぱそもそもそういうところあるっていうかね、未だにね、うん、でも全然何のジャンルでも多分この時期そうだった気がする、うん、絵本も結構そういうのが、ね、ああなるほど、まあ、そうです、パクリみたいなね、うんうん、すごく初期は海外のをすごく参考にしてたりとかありますね、うんうん、それこそ日の丸文庫の社長とかがね、うん、なんかこう映画でこれが受けていくからこれでいこうぜみたいなタイトル全然関係ないのにそのタイトルにするとかなんか間違って買ったら儲けもんやみたいな、それぐらいのマインドで作ってるからね、すごいやましい。いやもう最高だよな。最高ですよね。だからその活力に溢れてますね。あ、ほんとほんと、ぜひこの活力に溢れてる斉藤隆を拳銃を遊びし最高なシーン、これは代表して金を、ね、持ってって持ってって、そうそう、原稿が上がってこないからその原稿を俺が取りに行くって言ってね、うん、ただしそのだからあのなんかこう記者賃だけは出してくれるって言ってね、うん、そうそうそう、それで行ったらもう帰ってこない、もう一回見せます、遊んでる絵バキュンバキュンその頃斉藤は最高だよね。それは喧嘩するよ。でずっとだ、本当にだから仲高いしたままだと。そういう感じですもんね。でもなんか折に触れた、こっちにねあの文庫版の、うん、あのこれがあるんですけど、うん、夏目先生あの単行本版ねお持ちですけど、はい、劇画暮らし、うん、この中で書かれてるのを折に触れたまになんか交流して、うん、ちょっとなんかこう助けてもらったりとかね、うん、あるっぽい。それはいいなと思って。二人ともほら大人になるから、ね、あ、そうか、大人だからそうだな、20代始めだったらね許せないから、まあ、確かに。でも俺の心の中の斉藤隆夫は大人になってもバキュンバキュンってやってほしい感じですねで林さんとかもちょっとおっしゃってましたけど、その当時そのコミックとかアメコミとか読んでて影響を受けてたんだなみたいな話とかされてました。ちょっとねアメコミの話とか出てきたりとか、うん、そうね、このコマについての議論はすごく面白いですね、うん、議論というか思考、うん、どうしたらよりなんていうか面白くなるかとか、うん、アメコミはだからアクションがあったとしてもセリフが長すぎて止まって見えてしまうみたいな、一瞬のアクションなのに文字がびっしり入れるっていうね、うん、これはアメリカ的な、なんか文字たくさんあった方がお得感あんだなっていう感じでびっちり入れたっていうのもあるんですけどこれ、ね、これコミック実際中身のキャラクターはちょっと判別できないですけど、タイトルはアンノーンソルジャーっていうふうに読めるんで、これ実際にあるコミック、あるんだ、キャプテンアメリカみたいに正体隠して、うん、あの謎の兵士として戦う、あ、へー、多分昔のコミックアメコミは一冊に何編も入ってるんで、うん、多分アンノーンソルジャー以外のコミックの部分を
切り出して書いてるのかもしれない。なんか本編の中で話さなかったけど、でも夏目先生がちょっと言ってたか、ほら時代の流れみたいなものとかも結構この中で出てくるじゃないですか、いついつに何があって何事件があるとか、こういう流行があってとか、あれがすごくやっぱり面白くて、で僕なんかの世代にとってももう当然存在している、例えば東京タワーとかが建設中だとかさ、あとエッフェル塔の真似になったらかっこ悪いな、そういう感じかみたいなとか、新幹線ができましたみたいなこととか、あと海外旅行がようやく解禁になったとか、石原ね、デビューのなんかワクワク感みたいなのがね、太陽族みたいなね、クレンタイとか太陽族とか出てくるとか、なんせ俺その時代生きてるから。そうですよね。で実際俺尖閣寺だからすぐ目の前に東京タワー建設中だったの。ああ、そうなんだ。時代の一生に。空気感としてやっぱり、いや嬉しい、できるみたいな感じだったのか。ならない。しょうもねえことやってんなみたいな。今の大阪のあの林業みたいな。しょうもないガキだから、そんなことはどうでもいい。あ、どうでもいいっていうことか。それより他のことが、いやむしろ建設中とかの方が面白そうじゃないですか、なんか出来上がったものより、だけど確かあれで何人も死んでる。ああ、そうなんだ。無茶な工事だって命綱ないんだよ。それであの高さやったら、どんな飛びがそこを乗っていくんだみたいな。だから風で飛ばされる。それで俺が一番怖かった、俺高所恐怖症なんだけど、映像の一つは、出来上がった東京タワーの一番突端のアンテナの部分な、はいはい、棒、ただの棒だよ、それを自分の足二つでこうやって挟んで、上からこうやって写真撮ってんだけど、すんごい横ブレする。怖え。何メートル単位で動くかも。そう。棒だもん、棒ですもんね。足でそれ支えてんだよ。恐ろしい時代。非常に恐ろしい。おかしいな、オールウェイズ三丁目の夕日にはなかった。そう、だから あの映画をなんかこう美しいもののようにみんな言うんだけど、それ本当に知ってる俺としてはバカを言うんだよ。あれもほら、荒っぽいぞ。なんていうんですかね、観光地みたいな、なんか架空場所みたいな。あれはファンタジーね。みんながね、東京タワー見て、で、これたち、俺たちの未来がどうのみたいなね、そんな思い出もみんな意外と作られてる時はないんだよね。そう嘘思い出が作られてる可能性が。あの映画にはゴミ箱が出てこない。まあ確かに、綺麗すぎますもんね、街が。ゴミ箱にたかっているハエも出てこない。確かに。まあなんか本当に今簡単に手に入んないのが残念 で、僕もともと文庫版をね持ってたんですけど、たまたま安めにこのなんていうのオリジナル版が買えたんで、ここだってさ、アイズナー賞取ってんだよ。いや本当ですよ、アイズナー賞取ってんのね。そうで、要するにそのなんだっけ、グラフィック、なんだっけ、グラフィックノベルって、はいはい、電気がさ、そもそもそのマウスから、ドキュメンタリーな電気ものっていうのが一つの流れになる、流れとしてはそうですね、なってるので、そこにはまったんだよね。いや、まさにそうですね。そしてそのグラフィックノベルの今のね、一番重要な人物の一人であるエイドリアン・トミネが高く評価した。あ、そうですね、その名前出てましたね、トミーネ表記でしたけどね。それはね、やっぱり読めないといけないよね。そうなんですよね。これどうしたらそういうのがちゃんとね。読めたら外国の人の方が読んでるから。いや、本当はありそう。手に入れやすい問題ね。あるある。俺もアメリカ人に勧められたし。それこそ電子でやれるんじゃないかっていう気がしますけどね。電子で十分だと思うし。ね、権利元の方。生理の購入者だけど。ね。あとね、映画の関わりとかもすごい面白くてね、すぐもうゴジラ見て、ゴジラだなと思ったら、よし、コブラにして描いてやるよ、描いてやろうみたいな。でもうまくできないみたいな。
ね、あの七人の侍の急増がかっこいい、よし漫画に出そうみたいな、食べたもすぐ出しちゃった吸収したやつ、もう代謝が早い、いや本当だよな、ほぼ消化してないそのまま出てくる、よしジャックバランス出そうみたいなシーンみたいな、いや本当な、でも本当にその漫画、その時期の漫画ね、うん、なんか多分雑なものもいっぱいあったんだと思いますけど、いやもうほぼ 99% 雑それだけになんていうか、うん、キラキラしてるな、残ったキラキラね、キラ星のごとく輝くのがいいですよね、だから俺にとっての漫画ってそうなのよ、だからね、99% くだらなくてどうしようもないんだよそうですよね、あのでもね 1% のものが必ずあるっていう、だからその 1% の素晴らしいものを売るために 99% のゴミが必要なんだよ、何でもそう、何でもそう、いや本当そうですよ、ね、それが大衆文化というものなのよね、そうですよね、そうですよね、まあそんな作品を書いてた辰巳さんがこういう素晴らしい作品をね、うん、最終的に残されたわけですからね、うん、そういうことを考えても胸熱ですよ、うん、はい、ということでね、劇画漂流の、アフタートークでした。本編の方もぜひお聞きください。